楽旅京都新聞 TV 今日の話、楽中楽外楽を旅する楽旅若村亮です。今日のお話は梅の名所についてお届けします。2月になりますと、京都のさまざまなお寺神社で早春を彩る美しい梅の花が咲き始めます。梅は古来中国から伝来し、我が国で最もめでられた花として、多くの歌を詠む歌人にとってもその歌に読み込まれてきました。特に平安時代の貴族菅原道真公は大変梅を愛しまして、九州太宰府に旅立つ時も、古地深場匂いよこせよ梅の花、主なしとて春を忘るな、このような歌を残し九州へ旅立ったと伝えられています。以来北の天満宮には道真公を忍び、境内約2000本という梅が今も2月になるとかぐわしい香りを放ちます。その他、菅原道真公ゆかりの神大神神社、菅原院天満宮神社などゆかりの神社には梅の花が美しく咲いてきます。またその他の梅の名所といいますと、京都御苑の中にも梅園があったり、また二条城にも美しい梅が咲き誇る梅園が広がります。近年、一本の木で赤い紅梅と白い白梅を咲き分ける紅白咲き分け、または源平咲きとも呼ばれる珍しい梅も咲くようになって、二条城にはその源平咲き紅白咲き分けの梅を求めて訪ねる人も多くなってきました。また京都の南にある城南宮の神苑に行きますと、空が隠れるほどに天から梅の花が降り注ぐかのように、しだれ梅が満開を迎えてきます。2月の下旬から咲き始め、3月の上旬あたりに満開を迎えます。そのしだれ梅の美しさもまた城南宮を訪ねる一つの楽しみになると思います。そして京都で遅咲きの梅として知られますのが、山品の随心院です。小野小町ゆかりのお寺で羽津の梅と称され、小野小町が遅咲きの梅が咲く頃に、小野の里の娘たちと老いも忘れ、年を重ねたことも忘れて踊りを踊ったと伝えられます。その踊りが今も随心院では3月の最終日曜日、羽津踊りとして披露されるなど、羽津の梅が咲く境内で伝統の踊りが披露されます。2月の下旬から3月の中旬あたりにかけて、京都は至るところで梅が美しく咲き誇ります。ぜひ春の訪れを感じるように、皆様も神社お寺にお出かけいただきまして、その美しさをめでていただきたいと思います。今日のお話は梅の名所についてお届けをしました。